はい、ではスタートします。はい、行ってきます。楽に走るんだったら頑張んないのが一番。はい、アシストに頼る。はい、ただやっぱ上半身の力はうまく使ってあげたいので、はい、ちょっとこう引っ張るような形で、引っ張るような、あ、なるほど、自分の方に引っ張るように。そう、足の動きに合わせて引っ張ってあげると進みます。うわ、こんな怖ー。大丈夫ですか？あ、いいじゃないですか、稲刈りの前のその時期ですね。ね、綺麗だと思う、上から。左が弓ヶ浜っていう、まあ、この辺で有名な、はいはい、あのビーチですね。ちなみにウミガメの産卵とかもやってます。あーね、なんかそれで名前聞いたことあるのかな。はい、いっぱいいます。カメラマン。こっからずっと海沿い行きます。やみましたね。言わない方がいいですよ。あ、ごめんなさい、はい、降っちゃう。やみましたね、ザーってなるんで。伊豆半島ってすごく起伏があって、理由がもともと海底火山の集まりだったんですよ。なるほど。なので集まってきたものがこう一個一個が山で集まってるので、はい、どん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 起伏ができてるっていう感じですね。なるほど、そういう地形なんですね。足を止めなければね、そう、足さえ止めなければいいんですよ。ちょっとでも入力し続ければいいので、ね、ちょっと気持ちを楽に持って。ちょっと遅くなっちゃったけど、あの40の看板まで頑張ってください。はい、やったやった、イエーイ、嬉しい。おお、後ろ通ります。ごめんなさい、すいません。よいしょ。ちょっと1台分お借りして、ここに奥から止めましょうか。奥から、はい、はい、奥から止めましょう。で、帰り出しやすい方向にしといてください。甘い、甘い匂いを。ココアの人もこちら入れますか。めっちゃいい笑顔で、あ、いいっすね。はい、行きます。行ってきます。めっちゃおもろいっすよ。ここはなんか可愛い感じに思える。さっきのはきつかったけど。じゃあ、あと気持ちの問題もあると思いますね。あ、そうですね。信号変わったら左に曲がります。で、余裕があったらあの木の中見ると、あの歩行者用の信号が木の中に埋まってるので、余裕があったら。あ、本当だ。可愛い。いいですね。駄菓子屋さんがある。本当だ。日曜しかやってないらしいです、ここ。そうなんだ。はい、普段やってないそうなんで。でも面白い、なんか、基本の営業は、はい、週末に、基本は日曜日と、はい、おー、すごい懐かしい、こういうの。なかなかこっちの方までこういう人気のおもちゃとかお菓子になかなか入らないから。やったー。はい、止まります。はい、止まります。はい、でも40走れたので、はい、自信がつきました。はい、そこはもう本当に慣れの部分でやっていけばどん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 乗れちゃうし、はい、大丈夫かなと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか自転車のこと。
明日のコース40キロなんですけど、まあ、スタートしていきなりがっつり登ります。確実に大事なのは止まるとき物落ちてますとか、あと穴があったりします。穴ぼこ注意ですなんていう風にやったりします。停車車両がいるときとかは右に寄ります。これ手のひらの向きで確認してください。で左に寄るときは左に寄ります。ここまでで何かわからないことありますか？メリーダさん、宮田さんっていうもう伊豆にある自転車メーカーさんで、ここの2台は電動しか作ってないベスビーっていうブランドがあって、であとこっちはサスペンションがついてるんで、今カッコレと一緒にずっとこの姿勢でいるから、あのギア変えた後僕はこれに乗りながらやると一歩ずつ回る。ここのボタンでも操作はできるんですけど、アプリの方であのバッテリーの状況をチェックしたりとか、アシストの好みのやつとかもできたりとか。災害時にですね、停電しちゃうと家の家電製品動かなくなっちゃうという時があるので、それですごくニーズがあります。太陽光を使ってこの中に、充電することができます。で例えばなんですけど、今回持ってきた e バイク、これも充電することができます。ノベルティで、あの中にサイクリングのボトルが入っております。すごい。